皆さんこんにちは。日本ワックス脱毛協会理事長の宮崎です。本日もワックス脱毛の良さを熱弁させてください。他の除毛方法、カミソリや除毛クリームに比べておすすめの最大のポイントはヘアレス期間が長いということです。カミソリや除毛クリームを使用した後は下手すると3日もすると無駄毛が目立ってきます。次の日には剃った部分がジョリジョリしてくることもありますよね。子供の頃に父親に頬ずりをされるのが恐怖だった人少なくないのでは。高校時代、無駄毛が濃い子がカミソリで剃っていて腕が当たるとジョリジョリすることからニックネームがジョリだった記憶があります。思春期にそんなことを言われると傷つきますよね。一方、ワックス脱毛で無駄毛を処理した場合、個人差はありますが最低1週間は気になりません。そして生えてきてもジョリッとしません。なぜかというと、ワックス脱毛は無駄毛を毛根から抜いてしまいますので、次に生えてくる毛は新生毛で毛先が細いからです。カミソリや除毛クリームで処理した場合、一番毛の太い部分で切ってしまいますので、続けると無駄毛がどんどん濃くなってくるように感じます。実際毛根は頑張って毛を伸ばそうとするので、毛根自体頑強になって伸びる毛もたくましくなります。一方、毛根から脱毛するワックス脱毛では、毛根はたくましくなれないので無駄毛は細くなって以前より目立たなくなっていきます。ワックス脱毛をやってみたいと思った方、一度ワックス脱毛サロンでやってもらって、それで自分でできそうだったらやってみることをおすすめします。セルフの脱毛セットをお探しの方、ベレーザブラジルのオンラインショップではパーツごとにおすすめの脱毛セットを販売しています。日本ワックス脱毛協会渋谷事務所では期間限定で特別価格での脱毛体験が可能です。お申し込みは日本ワックス脱毛協会のホームページをご覧くださいね。またワックス脱毛の技術を身につけてサロンをオープンしたい方、日本ワックス脱毛協会のスクールは親身な指導でサロンオープンまできめ細やかにサポートします。お気軽にお問い合わせください。